まあ、じじゃあゃあ、やりま次す行きまか。す？あ、やりましょう。楽しい。頭面爆発するわ、これ。楽しい。おもろいわ。おもろいわ。お願いします。はい、お願いします。全員殺します。じゃあ全員殺していきたいと思います。よろしくお願いします。インポスターでやっていきたいと思います。さて、とりあえず初動に初動でキルを取っていきましょう。ヒラトリッピー、ヒラトリッピー、顔見せした方がいいな、絶対。照明を修理する。あー、ひら白いね、これ。これなんか全然磨けないんだよな。キュ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 、なんか磨きがそれぞれの場所でやんないといけないのか。よし、オッケー。ファンキー、キルクールタイム、キルクールタイム、もうちょっと一回押そうぜ。あれ、ボタン押そう。ボタン、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 ほら。うん、うん、びっくりした。トリピー、あら、消したな。ごめん、消したな。これは消した。これは消したな。あ、でもね、これトリッピーの死体の場所がある程度わかります。宿舎前でヒラとトリッピーとが、ヒラとトリッピーがリスポーンして、でトリッピー死体来ました、うん、で俺とヒラが左の金庫室行って、はい、真ん中のタスクをやっていたので、はい、下のどっかで死んでるから、これが本当なのであれば、砂沢さんのエンジンルームから。で言うと、畑迫くんが多分キルしてっていう風に見えるな。あ、ちょっとあともう一個聞きたいのが、ファンキーってどこで出た？ファンキー金庫室にいたよ。あ、そう、の前、の前。最初エンジンルームですね。ファンキーさんとピラノさんと畑迫がエンジンルームです。うん、あ、じゃあそっち目線でファンキーはない今回。そうなん？あ、いや、わかんない。あ、わかんない。わかんない。ピラノさんだけは無理ですね。いや、それと、ピラノ、畑迫は、その、動線的には無理で、だから、宿舎前とエンジンルームの間で、死んでるかもしれないでしょ、トリッピー。うん、だったら、ファンキーが金庫室に向かってる間にやってる可能性もあるよね。そう、多分。あ、俺がやったの？知らないけど。今の陽平地ってファンキーと誰だっけ？砂ザメ。武器庫で畑迫くんとすれ違ったで、畑迫くんは上から来たんですよね。うん、なので、うん、エンジンルーム経由で多分来たのかなと思って。畑迫さんなのじゃん。いや、畑迫さんはやってないのは一緒にいたから、まあこう言うしかないんだけど俺。エンジンから通信ってで最終武器庫の左下です。そうです、そうです、ずっと一緒、うん、ずっと一緒。砂ファン、ちなみにフルコンは川添さんとアーカイブでスポンして、うん、川添さんと速攻別れた。これ僕貨物室で電気直したんですけど、でも畑迫さんもアーカイブで出てってだったら遠いかなって感じはします。はい、あ、これどこで死んでたんやったっけ。場所わかんなくて、わかんないけど、俺が下行くとこまでは見たんだよ。そもそも馬尾さんのその証言を信じるのであればっていう前提です。議論が進む。でもただ俺が嘘ついてないとか、うん、キル取ってないのは平が証明してくれるはずなので。まあそれは動線的に無理です。まあ、あれ課長どこにいたかな、ちょっとわっ。いや、そこだね。畑迫さんずっと一緒って。うん、一緒です。詰められないかもしれない。すまないトリッピー。すまないトリッピー。お受けにします。ごめんねトリッピーす。アーカイブ降りちゃった。まあいいや。これ無事は。アーカイブこれ死ぬくない、これアーカイブこれやばいよね。照明を修理、照明やるかこれ。いやもういいや、ちょっとこれアーカイブだけやろうぜ。アーカイブだけやるからさ、許してもらおうと。使用して、これめんどくせえ。電気ついた。川添さん、平課長、ミーティングの奥とかあれで超やばいな、絶対。どうしよう。4人。あ、もう5人目。はたさこ。はたしゃこ。はたしゃこ。むつひら。むつひらで？これか。むつひら。むつひら。むつ下行った。ひら。ひら、あそこで何やってんだろう。電気直してもらう。ムツに見てもらってはいるから課長もいて。これ課長怖え。
本当？課長、これ それ本当にやってる？課長、課長、それ本当にやってる？信じる、信じ、これめっちゃむずいやつ。ぐるっと回して、ぐるっと回して、ぐるっと回して、よし、オッケー。むずすぎ。課長できてない。課長ちょっと白いな。むつ、こっち側ないな。俺もボタンないんだよな。死体探すっつってもな、課長白いんじゃねえかな。課長が誰と一緒にいたっつったっけ。はたさこしか。ファン君、ファン君死んでるね。緑死んでる、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 死んでるんだけどさ、これどうしよう、どうしよう、死んでる、どうしよう。みんなに伝えたい、みんなに伝えたいけど、この気持ち伝わらない。もう二人死んでる、二人死んでて、緑と、あー、色覚えときゃよかったな、色覚えときゃよかった。アドミンが向こうか、コックピットまで行かれて、なんだこれ、すげえ地獄だ。死んでるという事実を、これどっかで、あー、どうしよう。はたさこさん、はたさこ、はたさこ、あれでもこれ知ってる人たちいるよね、死んだという事実を。死んだという事実を知ってるのは、ピラノ真央くん、ファンキーかな、ファンキー、うん、停電なってすぐにフルコンが死んだね、これ。あ、そこまで見てた。いつも、2回ぐらいあったかな、確か停電が、うん、2回あったね、2回目の、うんうん、2回目の停電ですぐにイエローが死んだ、うん。イエロー見てない。はたさこさんは、はたさこさんはシャワー室でムッツーさんと一緒に下にいましたね。あの、はい、ヒラさんのセルフリポートはないです。かなりずっと一緒にいました、はい、ヒラさんと。そうですね。あ、なるほど、なるほど、なるほど。ルームということは、ヒラッチとは俺もあの真央くんと一緒に一緒にいてるので、今回課長はない、はい、のはたさこさんを殺害する、タイミングがなくて、で、はたさこさんは俺、最初の方は一緒にいてたけど、はぐれたんですよね。で、結構、うん、初手にコックピットのアドミン見てって、うん、1回目の停電と2回目の停電の間ぐらいかな、エンジンルーム21で、あとはもうアーカイブ貨物室診察したあたりにも2、3ぐらいがなんかいた、2ピリアに結構みんな固まってた。砂ザメさんが浮いてると思います。どうっすね、今のところどうなんだろう、結構、あ、わ、で、あ、待って、ファンキー君どこにいました。ファン君ね、あの診察、わしずっと診察室いた、バイタル見てたよ、ずっと。ちょ、お大事に。優しい。川添さんは、うん、結構アーカイブとかで見たんですけど、ね、一緒にいましたね。いた、ツーさんとヒラさんと。あ、うん、いたいた。あ、まあ、そっかそっか。結構長い間いたか。砂さん、一緒に川添さんも。だったら、切る絡むの難しいから、ちょっと砂さん怪しくなっちゃうな。砂さん、2キル、2キルしたの？言っているかな、長い、結構長い時間あったんで、スナさんがニッキルするっていうのは別に無理な話ではない気もしちゃうんですよね。そうね、うん、でも右エリアで浮いてる人はいないのかな。俺課長は白出しできる、でたまたまヒラとムツはちょっとチャカチャカやってたけど、多分そっちで白出ししてるんであれば、うん、割と相互で、まあファンキーがちょっと下の方で出会っただけなので、うん、そうなんですよ ね、一生診察室でバイタル見てたよ。なそこに後から合流してきた感じ。あ、死んだタイミングとかは、ね、言ってくれるとすごい助かるんだけどね、はたさこさんとフルコンさん。フルコンは停止してすぐに死んでた、それは確認した目視で、うん、多分それは。やべ、ごめん、ボタン押します。ちょっとボタン押したいかもね。そうね、お願いします。これどこ行こう、メインホールかな、メインホールで、まあ俺はもうボタン押せないんだ。あー、すごい綺麗になっていく。あー、俺の中の邪悪が全てに対しての人生も生きてたって、誰も楽しいことなんかないんだっていうのは嘘だったんだ。幸せ、やっぱお風呂に入るべき。停電、停電の場所覚えないとな、これ。停電の場所覚えないとダメだ。これ左下行ったとてって感じなんだよな。あ、違う、これどこだ、これか。いや、これは死ぬな。停電誰か直さないとボタンが押せない。砂ザメさんが鬼やキルをしそうな気がする。ムツがドア開けてた。シュッ、あ、シュッ、あ、もうやだ。
あ、しかも相手ね、空いてるわ。夢中頑張れ、夢中頑張れ、夢中頑張れ。夢中白いと思います。ボタンを押すって言ってたところを殺しに行っている可能性を考えて僕は上まで行きます。砂ザメさんはボタンを押すと言っていたヒラを必ず殺める。それが俺には見えるんだ。でもこのドアを、アナイス、あ、もしもし、お願いします。あれ、これ違う。ですね、はい、ボタンを押す前にですね、僕も電気直そうと思ったんですけど、で、うん、昇降機のところに一回戻ったんですけど、川添さん、スナさん、うん、ピラノさんがいました、うん、はい、はい、ってことで容疑者はその2人、スナさんか川添さんがどっちか殺したんじゃないかって僕思います。ピラノさんは砂ザメさんは釣りましょう、とりあえず。そうで、ね、うん、すね、はい、確定で。あ、もう一人詰めましょうか。話をしたいんですけど、ピラ君がやったっていう可能性もあるんじゃないの。あ、とりあえず砂さんを行きたいです。いや、ないと思いますね。とりあえず砂さん釣りたいです。最後僕、昇降機のとこ来たんですけど、最後に砂ザメさんと、今誰が死んだっけ、うん、ピラノさん死んだんか。ピラノさん、ピラノさん、ピラノさんと一緒に歩いて行ってて、うん、いやいや、あれカーブの多分見間違い、それは。いやいやいや、オレンジの人が歩いていってたんで。いました、いました。うん、これは砂ザメさんだと思います。はい。まあ、砂さんはやるだろうな。カーブの見間違いだと思うんだけどな。あと一人を詰めたいけど。そう、その話したいですね。あと、うん、そうっすね。ただ、まだ時間あるんで、さっきの2キルを砂ザメさんがやってたとすると、うん、初手トリッピーって誰だっけ、うん、容疑者。初手トリッピー。初手トリッピー、俺、ヒラ違うでしょ？で、違う。ファン、ムッツーは？ムッツーは白だしもらった。俺ね、一切自分の一時情報を喋ってないんだけど、うん、メインホールで一人だけリスポーンして、うん、で、その後シャバの方に向かって、なった。じゃあ、みんな、川添君かヒラ君が、ピラノさんをやったという可能性も、ちゃんと考えてね。ああ、なるほど。冷たいな、いつも。唯一なるほどって なるほどって言ったのに、別の目線、平さん絶対ないから。そうなんですよね、うん、そうっすね。もう一人誰だろうな、まあ、初手切りはちょっとわからないけど、初手ってファン君、あ、そうか、ファン、でも初手取り引き左の方で死んでた。そうか、初手ファン君殺して来てる可能性全然あるのか。そうか、うん、うん、まあ、とりあえずあるのか。あ、なかったっけ。エンジンルームでしょ最初、うん、エンジンルームで金庫行って、 そこで死体がどっかで見つかったんだよ、うん、見つかってないのか。そこでやったんじゃないか疑惑がある。とりあえずタスク行きます。まあ、うん、タスクやるわ、任せ申す。さて、あー、ファン君と一緒にリスポーンしちゃったよ。これ大変だね。砂さんはまあやってるよ。砂さんはやる男だから。砂さんはね、やる男って相場が決まってる。いや、これ無事な。川添さんもやや自転って感じなんだよな。川添さんって俺なんか白拾えるあれあったっけ。白拾うって、お前なんかできるふりしやがって。何が白拾うだよ。そうだ、ここも通れないよ。ここがもう通れないよ。でも俺ボタン押しちゃったんだよな。トリッピーの死体を消したのは何を隠そう、私、何を隠そう、トリッピーの死体を隠匿してしまったのは私なのである。あ、え、誰かが開けてくれた。ムツ、ムツ、ムツで、で右上に一応あんのか。左に行ったムツの安否が気遣われるな。ヒラはもう白でいいと思う。ヒラは白でいいと思うとするならば、これもあれか、電気か。これ心電図見てたとして、見てたとてなんだよな。ヒラに開けてもらおう。心電図見てたとて、あ、紫、これヒラに開けてもらおう。ん、あー、死んでるね。うんうん、はいはい、真央くんとヒラが一緒に発見しました。うん、はい、お互いはもうないです。まずないです。はい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 、砂ザメさん死んでて、で、うん、誰が死んだ、砂ザメさん、ムツーさんか。ムツーとどこで会ったっけ、今日会ったっけ。
あったあった。電気室かな？電気室かなんかで、一緒にドア開けて、そこで別れたんじゃなかった？電気室のところで会ってたよ。川添さんの歩いてきた道のりを聞きたいです。うん。電気室、どこだ？メインホールから、電気室の、手で直して、直しに行ってて、で途中で直ったんで、元に戻ってエンジンルームの方に向かってる最中っていう感じでした。エンジンルーム、どこで、死体地はどこなんですかね。どこだと思います、ちなみにごめんなさい、昇降機の右側、昇降機の一番右ですね。自動ドアの手前で死んでました。昇降機の一番右か。そこで死んでましたね。アーカイブ側っていう、まあ、そう、アーカイブと、まあ、通路のところ、間、ドアドア、あれ、なんかちょっと待って、名探偵やってる気がしてきた。どうしよう。お、いいっすよ、どんどん行きましょう。いや、名探偵やりましょう。いや、ダメなんだよ、この名探偵は村を滅ぼす。みんな誰だと思ってる、今。今今回の死体がヒラさんとマオが一緒に発見してセリフがないのであれば俺も川添さんだろう。俺ヒラさんは白いし、そうなんだよな、ヒラ白い。今回の殺人にマオが絡めると、俺が電気室の方に向かって、マオがメディカルの方に向かってるところですれ違ってるから。そうか、貨物室、なんだ、貨物室のなんか崖あるじゃないですか、その反対側でムツーさんチラって見えたんですよね。はい、やりました。なんかあれ、このタスクよくわかんねえなと思いながら、だから診察室のとこで真奥にあったっていうのは確かに納得できるんですよね。なんで今のところ川添さんちょっと怪しいかなって僕は思ってます。ただ、でも死体が死んだ時期がわかんないじゃないですか、これ。確かに。ちょっと待って、これどうする、どうする、おのおのに任すが。ちょっととりあえず、わかんないです。とりあえずじゃあ一回スキップして様子見ましょう。あら、スキップ間違えたらごめんなさい。あ、これ違うかな。いや、なんかもう絶対悪い。大丈夫だよ、ヒラ上から来た気もするんだよ。あ、やってた、やってた。なるほど、惜しかった、惜しかったね。よかった、マオくん、よかった、よかった、ナイスです、ありがとう。マオくん、ナイス。俺、やられたときあれだったんやな、インポスター2人に絡まれたから、スナさんは俺をやりに来たんだよね、あれ。そうで、もう、あれ、この時点で、まあ、もう次釣られるので、お土産残そうと思ったら、たまたま川添君が来ちゃったそうなんですよね。川添君に砂溜めさんがやりましたって言われる位置にでやろうと。ああ、なるほど、なるほど。いや、なんかそこからはかとなく身内切り衆しちゃったんで。はい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 。で、まあ、正直、ひら君と川添君が目撃者にしようかなと思ったら、ひら君が向こう行っちゃって、プルプルプルって。そうですね、ボタン押すって言っちゃったんで。はい。